見てください、これ。ボブの肩でも1分でできちゃうんですよ。いやー、つい夏が来ましたね。ということで、渡辺です。今日はですね、ボブの肩向けの1分でできる暑さ対策のヘアアレンジをご紹介します。正直、もうね、なんか巻いたりとかもしなくて、ゴム1本で、あとスタイリング剤をつけたら、バッチリできるヘアアレンジになってますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで、やっていきたいと思うんですけど、だいたい長さ的には肩ラインぐらいのボブの方が一番やりやすいかなと思います。まずは、ブラシで全体的に溶かしていきます。最初はね、毛先の部分からしっかりと溶かして、表面の部分に向かって溶かしていきます。こうすることによってね、髪の毛の面が整って、ヘアアレンジが綺麗に見えます。その次に、モロッカンオイル。これを使っていきます。だいたい、2プッシュぐらい出して、めちゃくちゃ手にすり込みます。しっかりとすり込んだ状態から、毛先の部分から順につけていきます。どのスタイリングつけるときもそうなんですけど、一番最初は毛先。で、中間につけて、最後に表面。で、表面もね、つけて、アホ毛の部分とかが結構出やすい方はね、しっかりとそこも最後につけてあげて、髪の毛を綺麗な状態にしてみてください。内側の部分、襟足の内側の部分だったりとか、サイドの部分ですね。そこもしっかりとつけてあげると、まとめるときに綺麗になりますので、手のスタイリング剤がなくなるぐらい、しっかりと揉み込んで入れてみてください。で、もう一度ね、全体的にスタイリング剤が行き届くように、ブラシで溶かしていきます。次に、全体の髪の毛を後ろにまとめていきます。で、ブラシで溶かしたんで、もうある程度ね、髪の毛をこう後ろに持ってくるだけで綺麗なんですけど、まあこれでもね、ちょっとぐちゃっとしてる方に関しては、しっかりとね、手ぐしで溶かしながらまとめていってください。で、なるべくね、下の部分、この辺りの部分でね、もう耳よりも襟足部分よりもちょっと下の部分で髪の毛をまとめていきます。ゴムで結んでいきます。ゴムで1周、2周回した時に3周目で、お団子にする。で、この状態で少しだけゴムを下にずらして、このね、真ん中のこの辺りの部分ですね、ここだけをパカッと開けて、下からね、人差し指と親指をピコッとします。ここに、このゴムの部分を入れ込んで、くるりんぱをしていきます。で、くるりんぱをした時に、全部ね、下から出さないようにするのがポイント。中でね、ちょっとこう、閉じ込めておく。こうすることによって、下にこう、首に髪の毛が当たらなかったりとかするので、ここがスッキリと見えて、涼しく感じます。で、このね、毛先の部分ちょっと出てるんで、これをね、中にこうやって入れ込む。もうなんか表面の髪の毛をね、こう、で、こう隠すような感じ。で、やってあげると綺麗にまとまります。くるりんぱした時って、ここのね、部分が結構凹んだりとか、形が綺麗に見えなかったりとかね、あとはここ穴開いたりとかするので、この部分を少しね、引き出して、引き出すときも上に引き出すんではなくて、ちょっとね、この分け目を隠すように横に引っ張りながら出してあげると、形が綺麗に見えます。だいぶ隠れてるの分かりますかね。で、ここの部分ね、全体的に髪の毛ってね、頭って少し丸みが出てる方が女性らしくて、綺麗な形に見えるので、ペタンとしてるとね、形が悪くなってしまうので、そのね、少し丸みをつけるように広げてあげる。これが結構ポイントです。で、その時にしっかりとね、このくるりんぱした部分を押さえながらやってあげると、崩れにくく形が綺麗になります。でね、毛先の細かい部分がやっぱりまた出てきたりもするので、ちょっとね、隠しながらバランスを整えたら完成です。はい、ということで、今日はね、ボブの方で1分でできるヘアアレンジを紹介させてもらいました。ポイントとしては、まず、全体的に髪の毛をね、まとめてお団子にする。で、その後に、くるりんぱをしていくんですけど、くるりんぱをね、全部もう下まで毛先を出し切るんではなくて、ね、真ん中で止める。髪の毛の表面って結構空洞ができたりとかね、分け目が出て、出てきてしまうので、そこを隠すように、引っ張って形を整える。
こんな感じでやれば、誰でも簡単にできます。今回は、モロッカンオイルをちょっと使用したんですけど、髪の毛がねポロポロ出てくる方に関してはバームだったりとかでね、やってあげると形が綺麗になったりとか毛羽立ちは結構抑えれたりもしますので、そちらを使用して、やっていってください。このね暑い季節、ボブの方でもね特にこの首の後ろがもう暑いっていう方結構いらっしゃるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。